さあ3年ぶり世界の舞台に今立とうとしております古賀稔彦です。初戦の相手モンゴルのブヤンジャーガル、オリンピックの頃からしますとちょっと顔がふくよかになったような感じもしますが、階級を一つ上げましたからね。そうなんですね、はい、ただこの3年間のブランクがですね、はい、どう響くかですよね、まあ、一階級上げてですね、もう世界の舞台に戻ってきたんでわけですけれども、はい、まあ、初戦の相手がモンゴルといってもですね、非常に力の強い選手ですから、はい、まあ、油断はできないと思いますね。さあ試合場に歩を進めました古賀稔彦です。バルセロナオリンピック以来3年ぶりの世界の舞台初戦です。初戦の動きはどうか。試合開始、まずは組み手争い。当然背負いのことは相手も警戒していると思いますがね。そうですね、はい、足を取りに行きます。ヤンジャーガルというモンゴルの選手です。モンゴルにはモンゴル相撲なんていうのもありまして、非常に力の強い選手が多いと聞いてますが、そうですね、安心が良くてですね、状態が強いという選手が多いんですよね、はい、背負い投げこらえた。この辺もかなり研究してるんでしょうか。そうですね、そして、はい、本来の背負いより少しやっぱり浅かったですね。そうですか、はい、技の切れはしかしだんだん、まあ、去年のクレアたりに比べますと戻ってきてますか。古賀は戻ってきてますね、はい、だからもう本来の性能ができると思うんですよね。そうです、ただやっぱり初戦ということで硬くなってますよね、モンゴルの選手に指導が与えられました。ポイントの上では古賀リードです。しかし古賀の本来の技の切れはどうか。一本強い、決まった、決まりました、はい、何か3年間のブランクがないみたいですね。そうですね、本当にタイムスリップしたかのようにあのオリンピックを思い出しますが、古賀の一本背負い今のは切れましたね。そうですね、大したもんですね、やはり、はい、世界の舞台でですね、やっぱり自分の柔道ができるというのですね、本当に素晴らしいやつですね。平成の三四郎、古賀の一本背負い健在です。完全に宙に舞って背中から落ちました、一本勝ち。初めのですね、背負い投げの時にですね、はい、浅くて、そうでした、はい、どうしても硬さが抜けないなと思ったんですけど、はい、2発目できちっと決めましたですね。開始わずかに1分足らず、滑り出しとしては上々ですが、これしかし古賀の対戦するのはこの後強敵ばかりですからね。そうですね、まあ、組み合わせのいたずらといいましょうか、世界のトップクラスの選手が完全に古賀のサイドに入ってきております。初戦はこの古賀は一本勝ちで制しましたが、この後に韓国のユン・ドンシクとの戦いも控えております。あ、この選手がユンです。ユンが映りました。これはチョンの方ですね。あ、チョンですか、失礼しました、はい、さあ古賀この後の戦いぶりはどうなるか。まずまず見事な一本勝ちで初戦突破です。